日本代表、三笘薫、アジア杯にお気持ち表明。練習後の取材に、大丈夫ですと答え、回復次第ですけれど、一次リーグの中で入れれば、ベストかなと思いますと、復帰見通しを語った。痛みについては、徐々になくなってきていますという。まだまだ全然ですけれど、しっかり動いてからどれくらい戻っているか確認したいと話した。過去のアジア杯については、ほとんど全ての大会を見ていましたし、優勝した年は記憶に残っている。元気をもらったので、そういった大会にできればと話した。僕自身は初めてなので。でもワールドカップも経験している。難しい大会ですけれど、いつものリーグ戦の経験だったりを活かせると思う。アジアで優勝しなきゃいけないと表情を引き締めた。決勝トーナメントまで温存で良いと思います。もちろん怪我の状態によりますが、第一番の勝負まで切り札として残しておくのもありだと思います。優勝しなければいけない中で優勝は難しい。だからこそその中での優勝は価値がある。とりあえず三笘は大丈夫だから、中村の覚醒を優先させたい。無理しなくていいから、万全に戻して復帰してほしい。三笘選手の活躍で北陸のサッカーファンを勇気づけてほしいと思う反面、痛みがまだあるとのことなら、幹事を最優先にしてほしいとも願います。今や日本の宝、久保、伊藤、三笘、遠藤、富安あたりを温存して、グループリーグで他の選手が覚醒して、さらに層を厚くしてほしい。きっとできると思います。ペドロとのポジション争いもあるから、大変だけど頑張ってほしい。無理しないでください。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録だけよろしくお願いします。